元自衛隊という異色の経歴を持ち、実体験を機に知られざる自衛隊ネタに、今まさに人気沸騰中のお笑い芸人、やす子、やす子さん。最近では、テレビのバラエティ番組にも出演が決まっているようです。しかし、やす子さんと言われても、まだ誰だかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで、今回はネクストブレイクとして今後の活躍が期待されるやす子さんについて調査しました。目次、芸人やす子はかまいたち山内に似てる。芸人やす子は自衛隊員で特技がすごい。自衛隊50音、自衛隊勧誘、自衛隊体操、5段階歩幅前進。芸人やす子のウィキプロフィール&経歴。まとめ、芸人やす子はかまいたち山内に似てる。元自衛官芸人として注目を集めているやす子さん。やす子さんの顔を見た人は、あるお笑い芸人を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。やす子かまいたち山内似てるウィキ。そうです、お笑いコンビかまいたちの山内健司さんによく似ていますよね。やす子かまいたち山内似てるウィキ。顔の形や目、雰囲気がとっても似ていますよね。そのため、兄弟説も浮上しているようですが、これは完全なるデマのようです。やす子さんは男性と似ていると言われて、いい気がしていないのではと思いきや、山内さんの顔真似お特技として挙げるなど、完全に乗っかっているようですね。ちなみにお二人の見分け方としては、左頬にほくろがあるか、ないか、とのことです。今のところはまだ共演のないお二人ですが、近い将来、きっと並んでテレビに映る日が来ることでしょうから、楽しみですね。芸人やす子は自衛隊員で特技がすごい。やす子かまいたち山内似てるウィキ。やす子さんはお笑い芸人になる前は、自衛隊員だったそうで、特技も自衛隊員ならではのものが多いようです。実際に見てみましょう。大型特殊免許、自衛隊50音、自衛隊勧誘、自衛隊体操、何倍速でも可能。5段階歩幅前進、射撃、柔道、水泳、ゴミの仕分け、かまいたちの山内さんの顔真似。特技が射撃というのがガチの自衛隊っぽいですね。柔道は黒帯なのだそうで、高校生の時は 57kg 級で大会に出場していたようです。それにしても、自衛隊50音、自衛隊勧誘、自衛隊体操、5段階歩幅前進とは一体どんなものなのでしょうか。自衛隊50音、自衛隊50音とは、50音のうち一つをお題として、その音で始まる自衛隊っぽいことを答えるというものです。以下の動画では、あ、というお題に対して、ありました。ここに大きな地雷があります。と答えています。確かに自衛隊っぽいですね。自衛隊勧誘。自衛隊勧誘とは、どんな職業を言われても自衛隊に向いてるところを言えるというもののようです。自衛隊経験者だからこそできる技ですね。自衛隊体操。自衛隊体操とは、陸上、航空自衛隊で朝礼前に行われている体操のようです。ラジオ体操とりもかなりハードで、ラジオ体操に比べて2倍以上のカロリーを消費するんだそうです。5分間の体操で、確かにラジオ体操よりもハードそうでした。朝礼前にやるとは、さすが自衛隊ですね、体力が違います。5段階歩幅前進。何でも陸上自衛隊の歩幅前進には、姿勢の高さによって5段階あるようです。実際の歩幅前進の動画を見てみましょう。さすが元自衛官、動きが素早いですね。芸人やす子のウィキプロフィール&経歴。やす子かまいたち山内似てるウィキ。
画像引用元、ツイッター。名前、やすこ、やすこ。本名、やすいかのん、やすいかのん。生年月日、1998年9月2日。出身地、山口県宇部市。血液型、A 型。身長、154センチメートル。体重、65キログラム。靴のサイズ、23センチメートル。職業、お笑い芸人。事務所、ソニーミュージックアーティスツ。人生の最初の就職は厳しいところにしようという思いから、高校卒業後に自衛隊に入隊したそうです。2年間の自衛隊生活を経て、お笑い芸人へ転身したやすこさん。これまで都内の劇場を中心にライブを行う傍ら、YouTube チャンネル、やすこの演習場にて数多くのネタ動画をアップしています。自衛隊ネタを中心に展開しており、そのマニアックな内容に徐々に病みつきになる人が増えています。最近では、バラエティ番組などでも取り上げられるようになり、ぐるぐる99の年末年始恒例企画、面白そうへの出演が決まるなど、ネクストブレイク問われています。現在はお笑い芸人として活動していますが、完全に自衛官の立場を離れたわけでないようです。調べてみたところ、現在、即応予備自衛官という立場にあることが分かりました。即応予備自衛官とは？普段は自衛官以外の職業に就いているものの、有事の際には召集命令に従って、現役の自衛官と共に任務に当たる自衛官のようです。自衛官としての知識、技能を確保するために年間30日間は訓練に応じる必要があるようですよ。緊急事態の時には自衛官として活動する権利があるということですね。ちなみに、現役自衛官時代には、施設課という部署でブルドーザーなどの重機の操縦を行う、動座手として勤務していたそうです。